はい、こんにちは、レトスノーンです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。8月に入って試験まであと2ヶ月ちょっとですね。そろそろ模試を行う時期に入っていきました。市販の模試あるんですけども、やはり市販の模試って解説が薄いです。なので、自分で調べないと実力ってつかないんですね。単に解説を見て、それを覚えるだけでは実力は上がりません。そうなってくると、自分で調べなきゃいけない。専門書だったり、 法律ごとの専門的なサイトそういったもので調べていかないといけないので時間効率が非常に悪いんですね予想模試の目的っていうのは4択問題に慣れること解けない問題を見つけることさらなる実力アップを図ることこの3つなんですけれども予想模試はこのさらなる実力アップを図るっていうのが難しいんですね一方で弊社の予想模試はこれら3つ全て満たすように作成しておりますそのため解説は細かくて関連ポイントや考え方 答えの導き方まで記載しております。そのため調べることも少ないです。またご質問いただければ解説させていただきますので、残り2ヶ月ちょっとで実力を上げたい。というのであれば、ぜひ弊社の予想もしお試しください。予想もしはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。 C が B に対して、え、譲渡通知をした場合、C は B に対して、自分が債権者であることを主張できる、丸かツかという問題です。え、この問題を考えたい方は、動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から URL ご確認ください。え、答えは、これ、ツですね。自分 C が債権者であることを債務者 B に主張するには、債務者 B の承諾、もしくは、譲り渡しに A から、 債務者 B への通知が必要なんですね本文のように譲り受け人 C が債務者 B に通知をしても意味がないんですよなので今回は誤りなんですね今回譲り受け人 C が B に通知しますよね C が B に通知をしたのでこれ意味がないんですねなので今回は誤りだということになります で、実はこれには理由があるんですね。なんで C が B に通知をしても意味がないのかというとこです。で、この点については少し長くなりますので、えー、個別指導でお伝えいたします。で、理由付けっていうのは合格するためのもう必須の勉強法なんですね。なので、えー、ここでお伝えしようとしている この理由でですすすね、ここれがすごくく重要になってくるんですよ。こういったところをちゃんと頭に入れているかいないかで、えー、本試験で引っ掛け問題に、えー、引っかかる人と引っかからない人が出てきたりするわけなんですよねだから応用問題でもちゃんと解けるようにするにはこういった理由付けっていうのがすごく重要になってきますのでこういった部分がわからない方は自分自身で調べて理解をするってことをぜひ行ってくださいで、まあ、この動画で、まあ、たまにですね理由付けについてお伝えをしてるんですけどもやはりここでお伝えをするだけでは少ないんですよ 多くの問題でやはり理由付けって必要になってくるので、そういった部分はもうぜひですね、自分自身で調べてください。それやらないといつまで経っても定数伸びませんので。 で民法で言えば、弁護士さんのサイトだったりとか、えーまあ、行政書士さんのサイトだったりとか、えー、あと法律事務所のサイトとかですね、まあ、そういったところで、えー、調べるっていうのがいいと思います。もしくは民法の、えー、解説書みたいなのがありますので、まあ、そういったもので調べるっていう形ですね。あの、達見の教材ではですね、正直理解学習に必要な部分まで書いてありませんので、まあ、これ予備校の教材でも一緒ですよ。 なので、えー、今言ったようなところでちゃんと調べてですね、勉強してください。もしあなた自身がそれをやっていないというのであれば、おそらくですね、もう理解できていない証拠なので、ぜひそういったものを使いながら勉強していただければと思います。もちろん時間かかりますけれども、それやらないとあの全然点数上がりませんので、えー、注意しましょう。で、問い2に入る場合に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2に入ります。 え、飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面を持って、その意思表示を行わなければならない。丸かツかという問題ですね。答えはツです。クーリングオフにおける契約解除は、書面で行わないといけません。その際の書面について、書式は定まっていません。したがって、今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、 これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発したとき、つまり発送したときですね、書面を発送したときに効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着したときに効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。 問3ですね。建築基準法建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる、福音4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は、現在の道路の境界線とみなされる、丸か×かという問題です。これ、答え×なんですけど、これ、非常に内容を理解しづらい内容なんですね。で、これ、言葉にするとですね、本文は、 道路の境界線は現在の道路の境界線と見なされる。まあ、ここが誤りなんですよ。境界線はどこかというと、道路の中心線からの水平距離が2メートル。この部分の線が道路の境界線と見なされるんですね。これセットバックっていうんですけども、これ文字にするとですね、すごくわかりづらいんですね。なので、え別途え動画にいたしました。 この問題の内容だけじゃなくて、関連ポイントも合わせて解説しております。まあ、このように、関連ポイントも一緒に勉強する勉強法。まあ、これ、つなげる学習って言ってるんですけども、これも効率的な勉強の一つなので、ぜひですね、行っていきましょう。で、別途動画については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また、はじめにもお伝えをした通り、予想模試、本日から販売開始となります。この予想模試についても、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、 そちらからかご確認いただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました残り2ヶ月半一緒に頑張っていきましょうレトスのものでした